右上部のノートルダム大学とともに、サウスベンドのダウンタウン風景サウスベンドは、アメリカ合衆国インディアナ州セントジョセフ郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査で、この都市は総人口10万7789人である。この都市はセントジョセフ郡の郡長所在地である。サウスベンドは郡長所在地として、 セント・ジョセフ軍の四つの元となる軍区の一つとして1831年に初めて設置された。多くが毛川商人、小売商及び宿屋の所有者である128人前後の人々がこの時この地域に住んでいた。サウスベンドは1835年に町として組織化され1865年に都市として一体化された。サウスベンド市は 北緯41度40分21秒、成形86度15分19秒に位置している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積101.3平方キロメートルである。このうち100.2平方キロメートルが陸地で1.1平方キロメートルが水地域である。総面積の1.10%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、 この都市は人口10万7789人、4万2908世帯および2万5959家族が暮らしている。人口密度は1075.9平方キロメートルである。462.7平方キロメートルの平均的な密度に4万6349件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、 白人66.05%、アフリカン・アメリカン24.61%、先住民0.41%、アジア1.20%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種4.87%、および根結2.80%である。ここの人口の8.45%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市内の住民は27.3%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.4%、25歳以上44歳以下が29.3%、45歳以上64歳以下が18.2%、及び65歳以上が14.8%にわたっている。中央値年齢は33歳である。 女性100人ごとに対して男性は91.1人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は86.7人で、ある。この年の世帯ごとの平均的な収入は32,439ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は39,046ベイドルである。男性は31,958ベイドルに対して、 女性は23,744米ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は17,121米ドルである。人口の16.7%及び家族の13.6%の収入は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の24.0%及び65歳以上の9.1%は、 貧困船以下の生活を送っている。アムトラックのサウスベンド駅、アムトラックのサウスベンド駅は、ウェストワシントンストリート2702にある。サウスベンド駅には、アムトラックのシカゴニューヨークボストン間を結ぶ、夜行長距離列車レイクショアリミテッド号、シカゴワシントン間を、クリーブランドピッツバーグ経由で結ぶ、夜行長距離列車、キャピトルリミテッド号が、それぞれ一日一往復停車する。 また、サウスベンド市内には、シカゴミレニアム駅とインディアナ州ミシュガンシテを経由して、サウスベンド空港駅間を結ぶインターアーバン路線のサウスショアー線が通っている。ありがとうございます。